市広報 TV。 この番組は浜松のことをもっと知りたい井川部長と個性豊かな4人の部員が毎回一つのテーマについて深く掘って掘って掘りまくる情報バラエティ、浜松深掘り部。井川部長、今月のテーマは。はい、今月は充実した環境で看護を学ぼう。来年で創立50周年を迎える浜松市立看護専門学校。未来の医療を担う学生の皆さんがどのような環境でどんなことを学んでいるのか深掘りしていきますよ。僕らの街を再発掘、浜松深掘り部。さあ始まりました、浜松深掘り部。部長の井川恵美です。今月のテーマはこちら、充実した環境で看護を学ぼう、浜松市立看護専門学校。ということで早速深掘りコメンテーターをご紹介したいと思います。浜松市立看護専門学校教員、鳴岡千恵子さんです。鳴岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳴岡さん、浜松市立看護専門学校は歴史のある学校なんですよね。昭和49年に浜松市立高等学院として設立しました。昭和51年に現在の名称になり、来年2024年で50周年を迎えます。浜松市立看護専門学校の特徴と長所教えていただけますか。はい、浜松医療センターのすぐ隣に位置する3年制の専門学校です。そのため実習体制が整っていて細やかな指導ができるのが特色です。また国家試験合格率、就職率ともに 100% を維持しており、そのための対策や指導を強化しています。卒業生の就職先っていうのはどういったところなんでしょうか。はい、浜松医療センターや浜松医科大学病院など浜松市内や静岡県内の医療機関で卒業生が多く活躍しています。ということで今回は深掘り部の二村篤人部員が充実した学習環境と看護師を目指す学生の皆さんの思いを徹底調査してきました。浜松市立看護専門学校を深掘り。10年に一度の寒波が到来する日にロケをしております。寒い二村篤人です。寒い日だったんだ。今日はですね、浜松市中区にあります浜松市立看護専門学校にお邪魔したいと思います。今日はですね、浜松市立看護専門学校の魅力を生徒さんにインタビューして深掘りしていただきたいんですけども。なるほど、学生の魅力そして学校の魅力ということですね。そうですね、お任せあれ。行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。深掘り部の二村篤人です。よろしくお願いします。浜松市立看護専門学校2年生の北井彩奈です。北井さん。2年生の小野由紀です。小野くん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頼もしいお二人です。入ってすぐにもういきなりこの図書室があるんですね、はい、いいじゃないですか皆さん。ほら、おーすごい、日が差して綺麗ですね。この図書室にはどんな本が置いてあるんですか。はい、看護医療系の、関連する本がたくさん置かれています。で、この奥行きのあるこのちらのスペースはどういったスペースに。ここは自習スペースになってます。で、こういった自習スペースは校内にいくつも設置されているので、とても環境が整ってていいです。この図書室の壁に貼ってあるこの掲示物は一体何ですか。はい、ラベルワークっていう方法のまとめ方です。生徒さんそれぞれのいろいろ学んだこととか考えられたこと、思ったことを書いてるってことなんですか。そうです。本校では学生が主体となってラベルワークを行っています。学生が数人のグループになり、お互いの意見を出し合い、その成果を発表しています。意見の出し方や人との関わり方を学ぶことができます。これでもね、3階に来てちょっと僕気づいたんですけど、はい、ちょっと病院っぽい作りになってますよね。そうですね。要はもう実践向きというか、はい、この環境に慣れようみたいな、はい、どうですかそれ、僕の考察は合ってます。ここが、全然普通に進めてるね。さすがですね。真面目。ここがなんか、はい、基礎実習室になります。基礎実習室
実習室は実際の病棟、病室と同じような作りをしていますので、看護師業務に近い環境で技術を磨くことができます。ここにはシミュレーターがいくつか入っていまして、模擬患者さんの設定ができるシナリオというシミュレーターであったりとか、心音であったりとか血圧であったりとか肺音を聞けるフィジカルのイグザムを練習するフィジコというようなシミュレーターが入っているお部屋になります。もうこういうちょっとじゃあ、はい、咳が止まらないような状況になっているという設定なんですね。実際に脈がこの子は見れますので、脈を見てみますか。あ、僕が脈を取るんですか。大丈夫に村さん脈取れる。うわすげえ。どんな感じ。ドクドクしてる。もう脈の打つ感じめちゃくちゃリアルですね。そうです、本当にすごい。今はこういうシミュレーターでリアルに病状を確かめることができるっていうのをびっくりしました。はい、心音や呼吸音、脈拍の乱れなど実際の患者さんに近い病状をシミュレーターで再現することができます。ちょっとここからはぜひお二人のねお話も伺えればと思うんですけれども、まずお二人がどういった経緯でこう看護師を目指そうと思ったのか、そのきっかけを教えてくれますか。はい、テレビなどでコロナの現場の中で活躍する看護師の方々の活躍を見て、自分もこうやって人を助けられるようなあの仕事をしてみたいなと思って看護師を志しました。お、素晴らしいですね。北井さんはいかがですか。看護師であるおばから仕事の活躍だったりやりがいとか苦労とか話を聞いている中で、私もおばのように医療従事者として社会をこう支えていきたいなと思って目指すようになりました。実際にこう実際学校入ってみてから、あ、こういうところ魅力的だなと思ったことってありますか。思ったより学生のうちから実習などに行かせてもらって、実際の患者さんと話させてもらったり援助をしたりする機会があるので、学生のうちからそういった臨床での経験をたくさんできるのはすごい、その現場に出た後も役立つ点かなと思います。北井さんはどうですか。授業とか実習とかでやっぱり 5,6 人のグループで同じ先生がずっとつくことじゃなくて、いろいろな先生から指導していただけるんですけど、その分いろいろな視点を持って看護っていうものに目を向けることができる環境だと思っているので、そこがすごく魅力的だなと思ってます。なるほど。実際に自分がどういう看護師になりたいかという、ここを教えていただけますか。患者さんだけじゃなくて周り の, 支える家族とか周りの方々、近所の方々とかもたくさんその方をサポートしていかないといけない状況もあると思うんで、患者さんだけじゃなくて周りの人にも看護できるような看護師になりたいと思います。北井さんは。私は患者さんだったりその家族の方が納得のいく医療を受けていただけるような看護師になりたいと思っていて、こうしたいけど家族がこう言ってるから我慢しなきゃなってなっちゃったりとかすることもあると思うんですけど、そういった時に家族と患者とその間に入って、そういった橋渡しっていう役割で家族と患者をサポートしていけるような、そういった看護師になりたいと思ってます。学んでいく中でだと思いますけれども、こう非常に思いやりのあるね、こう患者第一な彼として看護師になってくれる気がしますね。立派な看護師になってこう地域のために活躍してほしいと思いますので、ぜひこれからも頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お二人今日はありがとうございました。ありがとうございまし ました。井村さん、はい、今日一日体験してみていかがでしたか。いやもう井川さん、小野くんと北井さん見ました。見ました。20歳ですよ。すごい、考えられないです。本当すごい。我々20歳の時何してました。何してた。ずっと寝てたと確かに。いや本当に、でも確かになんか実際にこうやっぱ命に関わる職業なので、やっぱそういう、こう緊張感もある、こうそういう学校ではありながらですね、うん、そういう、こう細かい授業と、そして実践的な授業、そして非常に環境も整った中でね、いろいろなことを勉強する中で、さらにはなんかこう人間としても大きくなるようなことっていうのも非常に取り組まれていて、なんかすごい
なんだろうな、本当に一回り大きくなっていく、二回り大きくなっていく、そういう人材が育っていくんじゃないかなと思いましたね。僕と井川さん一回ここに入学しないといけないかもしれません。本当だね。見習いましょう。視野を広げよう。二村部員ありがとうございました。いや本当に二村部員と私ちょっと視野を広げるために勉強した方がいいですよね。いや奈良岡さん、お二人とも本当に素晴らしい学生さんで、目の前の治療だけじゃなくって患者さんの退院した先の未来まで考えられる視野の広さ、そして人間性、そしてそれを育てられる浜松市立看護専門学校、すごいなと思いました。ありがとうございます。本校は思いやる力、実践する力、探究する力、協働する力の4つを教育方針とし、相手と向き合い自己成長できる人間性豊かな看護師の育成を目指しております。いやー奈良岡先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは部長、今月の活動報告をお願いします。はい、浜松市立看護専門学校を深く掘ってみた結果、1、歴史と実績のある浜松市立看護専門学校は看護師になるための学習環境が整っている。 2、実践的な学習や最新の知見を学ぶことができる。 3、志の高い未来の看護師が多く学んでいる。深堀部部長井川恵美、部員二村篤人。僕らの街を再発掘、浜松深堀部。続いては教えて浜松市長です。今月のお話のテーマはカーボンニュートラルです。こんにちは、片川成子です。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。最近、はい、カーボンニュートラルという言葉をよく耳にするようになりました、はいはいはい、浜松市でもカーボンニュートラルの実現のために市を挙げての取り組みをさらに強化していると伺ったんですが、はいはいはい、このあたりを詳しく教えてください、はい、カーボンニュートラルというのはですね、いわゆる地球温暖化を進行させるですね、二酸化炭素などのですね、この温暖化ガスと言われているものの排出量と、はい、まあ、森林が吸収する量がありますので、まあ、それをですねイコールにすると、うん、つまり、まあ、新たにですね、そういう温暖化ガスが出ないようにしようという取り組みなんですね、はい、まあ、ご存知の通り今、どんどんですね地球温暖化が進んでいって、うん、もう未曾有のですね、気象災害等が起こってますので、世界的にですねこのカーボンニュートラルの取り組みが進んでるんですね。国もですね2020年の10月に、はい、2050年までのですねカーボンニュートラルを宣言したんですね、まあ、浜松市でもですねずっとこの、エネルギーの問題とか環境の問題に取り組んできて、2003年にはですね地球温暖化防止実行計画というものを作り、2013年にはですね浜松市エネルギービジョンというものを策定し、で、まあ、国に先駆けてですね2020年3月にはですね浜松市域 RE100 宣言というものをしたんですね。この RE100、 RE っていうのは再生可能エネルギー、はい、リニューアブルエナジーの略なんですけども、はい、2050年までに浜松市内で使う全ての電力を全て再生可能エネルギーで賄うということで、まあ、我々はカーボンニュートラルを実現をしていこうということでですね、まあ、今、温室効果ガスの削減でありますとか、まあ、再生可能エネルギーの、ね、導入促進、まあ、こうしたことに取り組んでるんですね。その実現に向けて浜松市では独自の目標を設定して取り組んでいるということなんですね、はいはい、その実現のために再生可能エネルギーの導入拡大というお話がありましたけれども、はい、浜松市と再生可能エネルギーの関わりについて教えていただけますか。はい、まあ、再生可能エネルギーというのは要は自然由来のですね力を使って発電をするというもので、例えば水力であるとか風力であるとか、うん、まあ、太陽光であるとかということですね、はい、で浜松を見ますと、7割が森林でね、そうですね、はい、CO2 の吸収源としての森林もありますし、はい、河川は大小7500もですね、流れてますし、遠州の空風と言われるように、はい、まあ、年がら年中ですね、風況が非常にいいですね、はい、でまた日本一長い日照時間、まあ、日照時間も本当に日本のトップレベルにありますので、はい、まあ、本当再生可能エネルギーをですね導入するにはですねすごく自然条件に恵まれた町なんですね。で特に福島の原発事故以来ですね
再生可能エネルギーの導入促進、まあ、国も努めてきたんですけども、最初はやっぱあの太陽光発電を増やそうということで、浜松でもですね、太陽光発電のですね導入促進に努めてまいりまして、はい、もうあの設備導入量、発電量でもですね、日本一になりましてね、はい、それずっと維持してますんで、もうまさに浜松はですね、太陽光発電日本一の町、はい、と言っていいんですね。なるほど、その豊かな自然環境がこのカーボンニュートラルの実現に一役買っているということですよね、はい、さらに浜松市では昨年の4月にカーボンニュートラル推進事業本部というのを設置したということなんですけれども、はい、この背景についても教えていただけますか、はい、カーボンニュートラルというのはですね、まあ、温室効果ガスを削減をすると、はい、いうことと同時にですね、再生可能エネルギーのようなですね、新しい電源、まあ、もちろんそれは CO2 をあの抑制するという意味なんですけども、まあ、そういう役割の取り組みとありましてね、一方は環境部、一方エネルギー政策は産業部と別々の部に分かれてたんですね、はい、でこれをですね、やっぱりカーボンニュートラルと一つのですね目標に向けてトータルに事業を進めていかなければいけませんので、今まで別々に取り組んでたものを一緒にしましてね、カーボンニュートラル推進事業本部というものを昨年4月に立ち上げました、はい、で今ここのカーボンニュートラル推進事業本部が旗振り役となってですね、もう全庁を挙げてこの、CO2 削減とですね、再生可能エネルギーのですね導入促進に向けた、はい、まあ、様々な取り組みをしてるんですね。一つになったことでより効率的にこう機能できると。そうですね、あの要は、まあね、町内全体をですね、うん、しっかりとハンドリングできるようになったということですね、はいはい、では浜松市が実施している施策について教えていただけますか。はい、まあ、この施策につきましてはですね、まあ、本当にさまざま多岐にわたるんですけども、この取り組みはですね、はい、まあ、全市挙げてやっていかなければいけませんので、まあ、市民の皆様とか事業者の皆様とか、はい、そういう皆様がですねこの取り組みをしていけるようにですね、各種助成制度というものをですね、はい、設けているんですね。個人向けといたしましては、家庭用蓄電池でありますとか太陽光発電の導入、電気自動車の購入を補助するメニューに加えまして、実質エネルギー収支ゼロの住宅であるネットゼロエネルギーハウス、要はですねエネルギー負荷をかけない、まあ、そういう新築住宅への補助制度などもあります、まあ、一方事業者向けといたしましては、太陽光発電や蓄電池設備導入の補助制度のほか、木質バイオマスによるボイラーや発電機といった設備の導入補助制度などがありますので、まあ、ぜひ積極的にですね、はい、ご活用していただきたいと思います。また2015年には電力の地産地消を目的とした地域密着型の電力小売業者であります地域新電力を政令指定都市で初めて設立をいたしました。それが株式会社浜松新電力で、ゴミ発電や太陽光発電などで作られました電力を市内の公共施設や住宅などに供給をしています。他にもですね、官民連携によります浜松市スマートシティ推進協議会というものを立ち上げまして、まあ、地域の特性を生かしたエネルギーの利活用に関する各種プロジェクトなどもですね、まあ、推進をしているところであります。今電気料金の高騰などでエネルギーに関してすごく関心を持っている方多いと思うんですよね、ですから私たち一人一人がカーボンニュートラルもっともっと意識したいですよね、はい、市長のイチオシ。さあ、ここからは市長自らが選んだおすすめのテーマについて語っていただきます。こちらのコーナー、市長のイチオシです。市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。市長、今回のイチオシは何でしょうか。はい、今回のイチオシはこちらです。というわけで、はい、今回のテーマは、はい、データ放送自治体情報サービスということなんですけれども、はい、これはどういうものなんでしょうか。はい、最近ね、このデータ放送というのは非常にですね、いろんな使われ方をし始めましてね、はい、いわゆるテレビ、を通じてですね、はい、いろんな情報を得るんですけども、はい、リモコンにね D ボタンというのがありますね。D ボタン、はい、あれを使ってですね、いろんな情報を取れるんですけれども、はい、データ放送の中にですね自治体情報っていうのを載せてますんで、まあ、それをですね使っていただきますと、簡単にねいろんな情報を得ることができるというものなんですね。はい、実際にそのデータ放送を見るにはどうしたらいいんですか。はい、まあ、これやり方はですねとても簡単なんですね。リモコンの D ボタンをピッて押してもらいますと、はい、そこにいろんなメニューが出てきますので、
その中の、まあ、いわゆる市町ですね、市や町からのお知らせっていうところですね、はい、こうクリックして、はい、その中からこういろんな自治体の今度名前が出てまいりますので、はい、その中から浜松市を選んでいただければ、はい、浜松市のいろんなあの暮らしの便利な情報というのは、ね、そこから得られますので、はい、まあ、非常にこれあの簡単で便利なんですね。そうなんですか、はい、じゃあすぐ今日からでも使えますね。もう簡単にもう今日からもうすぐ使えますんで、はいはい、そうすればもう家にいながら、はい、あの市町の情報が手に入ると、はい、浜市だけではなくて、はい、今静岡県内でデジタル情報に参加をしている、はい、自治体の情報であれば全部見れますんで、はいはい、ちなみにお持ちのテレビに皆さんがお住まいの地域の郵便番号を登録すれば D ボタンを押してすぐに浜松市の広報情報を表示させることもできるということです。 D ボタンを押すだけの簡単操作ですので、ぜひ多くの方に利用していただきたいですね。以上、市長のイチオシのコーナーでした。それではお時間が迫ってまいりました、はい、市長から浜松市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、本日はカーボンニュートラルの取り組みについてご紹介をいたしました。まあ、皆さんご存知の通り今地球規模でですね、温暖化が進んでおりまして、まあ、これを食い止めないと、まあ、人類全体がですねこの地球上に住めなくなるという、まあ、将来的にそういう危機に直面するというようなことが言われているので、我々はまあこの何としてもですねカーボンニュートラルを達成をしなきゃいけないということで、日本もですね2020年10月に2050年までのですねカーボンニュートラルを宣言いたしました。まあ、これあの宣言するだけではダメでですね、いろんな取り組みをしていかなきゃいけない、まあ、我々自治体もですね責任を持ってですねその役割になっていかなきゃいけないということで、浜松市では2020年の3月に浜松市域 RE100 という宣言をいたしまして、もうとにかく浜松で使う電力はですね全て再生可能エネルギーで賄うというものを2050年まで達成しようと、そのことによってカーボンニュートラルをですね実現していこうという宣言をいたしました。まあ、このためにはですね、我々行政だけではなくて市民の皆様、事業者の皆様、お一人お一人がですねこのことを自分事としてできるですね取り組みをどんどん進めていただかなければなりません。まあ、ぜひ、ご理解をいただきまして、我々も今後ですねカーボンニュートラルに向けてさらにさまざまな取り組みを推進してまいりますので、ぜひ、ご協力いただきますよう、お願いを申し上げます。はい、今日は浜松市のカーボンニュートラルについての取り組みを分かりやすく教えていただきました、はい、私ももっと関心を持とうと思います、はい、よろしくお願いします。市長ありがとうございました、はい、ありがとうございました。最後は懐かしの市政映画です。はい、今回は1973年の懐かしい映像をお届けします。村木氏半島と弁天島を結ぶ浜名湖大橋が出来上がり、3月30日に竹山県知事、平山市長らが出席して開通式が行われました。浜名湖大橋は7つの橋でつながっていて、延長はおよそ7キロメートルにも及びます。自転車道も作られ、浜名湖の美しい風景を見ながらサイクリングを楽しむこともできます。9月には村久市弁天と雄島を結ぶ大橋も開通しました。村久市観山寺の人たちにとって生活や産業、観光の道路として期待されています。宮古田町の畜産団地では鶏9万羽の飼育が始まりました。この仕事に若者9人が取り組んでいます。卵は1日6万5000個余りが出荷されています。公害が出ないようにと最新式の機械で鶏糞の処理が行われ、肥料として利用されます。一方、東三方町には土を使わず肥料の入った水を使ってトマトを栽培する新しい団地がお目見えしました。
水の調整などは自動的に行われています。分析室では週1回水の検査が行われます。トマトは1本の木からおよそ 10kg の収穫が期待されています。都市公園開設100年を記念して佐鳴子公園に郷土の森、浜松城公園に樹木のモデル園などが設けられました。今市の公園の面積は市民1人当たりおよそ 2.2 平方メートルの広さですが、現在積極的に整備が進められていますので、近いうちには全国平均の 2.8 平方メートルを上回ります。市街地の周辺には小さな公園もあります。憩いの場、心の触れ合う場所として利用されています。6月30日初めて高化学スモッグが発生し、続いて7月10日8月11日には注意報が出されました。小学校などでは目や喉を守るため目を洗ったりうがいをするよう指導しました。高化学スモッグは工場の煙や自動車の排気ガスなどが主な原因と言われています。これに汚されない青い空を保ちたいものです。4月26日、中日友好協会訪日代表団の外南副団長らが浜松を訪問しました。一行は楽器会社を見学した後、メロン栽培で知られる宝生園を訪れました。働いている夫人に話しかけるなど和やかな雰囲気が流れました。文化の交流だけでなく農業の交流も行いたいですねと話が弾み、メロンのプレゼントに友好を深め宝生園を後にしました。続いて5月6日、両庄市団長らが浜名湖遊覧に訪れました。湖上から浜名湖の風景を見ながら県知事、市長らと歓談しました。7月23日、皇太子ご一家が奥浜名湖においでになるため浜松駅にお着きになりました。今年は綾宮様とご一緒に則宮様が初めてお見えになりました。ご滞在2日目、皇太子様と綾宮様は沖から保養所前の飛び込み台までおよそ70メートルを一泳ぎ、その後綾宮様は船の上から網で長さ20センチメートルもあるクラゲをお救いになりました。船からお降りになったご一家は西木賀小学校の子どもたちが作った七夕飾りをお受けになりました。綾宮様と則宮様は飾り付けを手に取って大変嬉しそうでした。浜松深掘り部いかがでしたか？
番組の感想もお待ちしていますよ。番組公式インスタグラムもぜひチェックしてくださいね。それでは次回もお楽しみに。浜松深掘り部。